BTU アニメラボ。いいよー。はい。はい。ミラジャ山下です。カッタモンカイです。お願いします。お願いします。はい。はい。今日は、はい、艦隊コレクション、艦コレの1話と2話。1話と2話。はい。まとめて。いやー見てます。どうでした？見てないの、うん、まだ。見たいでも。1話。まあさ、うん、コミケのアンケート取ったじゃないですか。その時に1話は先行で見た人が何人かいて、あーそっかそっか、1話やべえっすよって言われたんですけど、うん、1話は確かにやばかったですね。どんな感じで？1話は前半その、主人公のふぶきちゃんって女の子がいて、うんうん、田舎っぺっぽい感じなんですけど、うん、その子が、まあ、要はその鎮守府っていうか基地に配属されて、うん、でみんな紹介されてるうちにその出撃になって初出撃が終わるまでっていう感じですね、1話の話は。なんですけど、うん、まあ前半はその今顔見せみたいな感じでいろんなキャラがバチャって出てきて、うん、後半で一気にその戦闘パートみたいな感じだったんですけど、戦闘パートがね、うん、思った以上に良かったです。なんか予告編で映像を見てるときは戦闘パートがどんだけそのちゃんとなってるかどうか分かんなかったんですよ、正直。なんかそのざっくりやるじゃないですか、うん、だけどその思った以上にかっこよかった、うん。あ、そうなんだ、はい、確かに。だってなんか女の子がメインだからさ、うん、そのね、女の子がキャイキャイしてる感じの、ね、うん、話で進んでいくのかと思いつつ、難しいところあったんですよね、うん、その要は戦争の話だからシリアスに持っていこうと思えばいくらでも持っていけるし、うんうん、そうだよね。でも女の子いっぱいでその要は女子寮みたいなところでわちゃわちゃしてる、うんうんうん、させてだからわちゃわちゃしようと思えばいくらでもわちゃわちゃできるんですよ、うんうんうん、で4コマがあるんですけど公式の、うんうん、はね、わちゃわちゃ系なんですよね、うん。まあ、要はなんかクリスマスやったりだとか、うん、なんか女の子同士でなんか挨拶したりだとか、うん、飯食いに行ったりとかそういうのがやってて、うん、どっちなんだろうっていうね、うん、アニメは。そしたらね、意外とどっちも行きたい感じなのかな。しかもさ、ほら、うん、まあ、元の絵がさ、はい、いろいろ何種類もあるからさ、うんうんうん、そのアニメのビジュアルが出た時にさ、はい、結構みんなざわざわしてたじゃん。ざわざわしました。だけど、うん、こんなにも注目されてるんだってコミケの時意外だったんだけど、うん、正直、うん、そうなんですよ、うん、あれね、そのメインイラストってわけじゃないですか。その吹雪の女の子描いてる芝生さんっていうイラストレーターがいるんですけど、うん、その人を描くとすごい田舎っぺっぽくなんですよね、うん、全体的に、うん、でそれがね、結構いい味を出してて、これは昔の女の子なんですよ、要は、うんうん、まあそうだよね、現代の設定なんですけど、うん、その服装とかはその要は昔の戦争の時の服装なんで、うん、田舎っぺっぽくやつが出るとなんかすごいそれっぽくなんですよね、うん。だからの綺麗なイラストになっちゃったから、うん、どうなのかなって可愛らしくなってるしって思ったんですけど、うん、まあこれはこれでいいかなっていう、うん、で感じの内容なんですけど、うん、まあ、1話はそんな感じでその可愛らしい感じの紹介会からかっこいい出撃会までで、うん、まあ、なんかそのカンコレのアニメがこんな感じでいくんだよっていうのなんとなく分かったかなって感じだったんですけど、うん、2話はその主人公のふぶきちゃんっていうのは、うん、なんだろうね、設定的に特型駆逐艦っていうその最新鋭っていうか、まあ、今までの駆逐艦よりも強い駆逐艦の設定なんですよ、うん、その戦闘向きのより、うん、なんですけど、ふぶきちゃん自身はすごい運動音痴で、うん、能力を生かせてないんですよね、全然、うん、まともにね、戦えないっていうか、歩くこともできないですね、うん、海の上を水上スキーとかスケートみたいな感じで滑っていかなきゃいけないんですね、あの観光園の女の子たちは。なんかスケートができないんですよ、ふぶきちゃんは。だから普通についていけないんですよ、みんながこうバーッと移動してると、うんうん。だからもうこいつはどうしようっつって、うん、その一番偉いその長門さんっていう人がいるんですけど、うん、長門さんっていうその一番その提督さんの秘書をやってる長門さんとかいて、うん、これはダメだなって、吹雪をこれちょっとクビにした方がいいかなって、うんうん、そのタイから外そうって話をしてて、うん、いやでもね、吹雪ちゃん頑張ってるし特型駆逐艦は強いから戦力になるから、うん、さあなんとかしてあげようよってみんなで特訓をしてあげるんですよ、うんうん。仙台三姉妹っていうのがいまして、うん、仙台型三姉妹っていうのがそのタイの中の先輩キャラでいて、うん、その三姉妹で三姉妹が全員特訓するんですけど、うん、学校が終わった後に、うん、その仙台さんっていう一番上の姉ちゃんが特訓に連れ出して、うん、帰ってきたら陣痛さんっていう2番目の姉ちゃんが特訓に連れ出して、それ帰ってきたら3番目の中ちゃんってお姉ちゃんが特訓に連れ出して、うん、その特訓終わったら学校始まってっていう感じで寝れない感じなんですね、毎日毎日、うん、でぶっ倒れちゃって、うん、これじゃったらふぶきちゃんが死んじゃいますって言って、うん、あの同僚の女の子が止めてくれて、うん、でもなーって特訓しないとクビになっちゃうしなーってなるんですけど、そこはふぶきちゃんが私頑張りますって頑張るんですよ、めちゃくちゃ。まあ要は青春スポコンみたいな、うん、ある意味で
すげえ傷だらけになりながら最後のなんかと、なんか次の授業の中でじゃあ見ましょうってなるんですね、その成果を。これで全然ダメだったらもうタイから外しますってことになるんですけど、まあ、結局そんなに良くはないんですけど、でもだいぶ成長してるねっつって、よしじゃあ様子を見ようかって話になって2番目は終わるんですね。いやだからなんかその話的には多分その吹雪ちゃんの成長を見守っていく。ああそうかそうか、じゃあ吹雪ちゃんがメインで成長していく、はい、見守っていくアニメになりそうだなっていう。女の子いっぱいいるじゃん、はい、これって。そうなんですよ。どれくらい今出てきてるの？背景とかでよかったら半分はいかないけど3分の1くらい出てるのかなって感じですかね。はあ、でも3分の1も出てないかな。うん、まあまあまあ女の子クソみたいに多いんですよやっぱり。そうだよね、うん、カンコレも、うん、全員は出てこない感じがしますね。うん、ただカンコレってその声優さんが同じなんですよ、うん、結構。ああ、そうだよね、はい、そうだよね。特にさくらあやねさんがやってるキャラはストーリーの中ですげえメインキャラのキャラばっかやってるんで、さくらあやねさんだけで多分8役くらいやってますね下手すると。え、アニメも一緒なの？アニメも一緒です。え、やばいね。うん、そうなんですよね、うん、上坂すみれさんとか藤田咲さんとかはすげえガチのメインキャラやってて、うん、でそこはもう1人1役とか2役くらいなんですよせいぜい、うんうん、なんですけどあやねさんだけは、うん、結構純メインキャラなんですけどそれが8役か全部純メインキャラくらいなんですよ。沢本君びっくりだね、うん、でそのさっき言った仙台三姉妹っていうじゃないですか、うん、それ全部桜彩音さんなんですね。沢本君もびっくりだね。なんか3姉妹で喋ってるとね1人がずっと喋ってるんですよ。でもちゃんと演じ分けられてるんですよね。すごい声優さんの本気ですよね。ご飯と御殿みたいな、うん、それにみんな揃ってるみたいな。でさらにそこにまたちょっと関係ない、うん、さらに準々主役みたいなキャラクターも一緒に喋ってますから、野沢雅子さん超えてますね下手すると。すごいね。これ発表された時からこれはやばいなって、うん、なってて、うん、でだからカンコレのキャスト紹介っておかしいんですよ普通のアニメと違って。普通のアニメって大体キャラクターの名前が出て声優さんの名前が出るじゃないですか、うん、でもカンコレは声優さんの名前が出てキャラクターの名前がザラザラって出てくるんです。だから上坂すみれさん、吹雪で何とかさん何とかみたいな感じで、桜彩音さん、ダダダダダみたいな。へー、もう制作者側としてももうそれで行こうってなったんですねきっと。はあ、そうなんだ。だから気になるのはね、彩音さんギャラどのくらいもらってるのかなっていう。はあ、汚い大人、汚い大人って。いやでもさ、いくら主役だからって一役だけやってる人とさ、うん、準主役8役やってる人がさ同じキャラだったらなんか不公平感出ないかなってちょっと気がしちゃうんですよね。まあそこは大人の世界ですから。ですよね。そうですよ、うん、そうですよ。汚い話をしてしまいました。そうですよ、汚いですよ。カンコレと関係ないですから。カンコレと関係ないですね、はい、はい。まあカンコレももうね今年3年目に突入しまして、うん、確か、はい、結構まあゲームの方はい、カンコレもそうですね。2周年がこの前終わったと思う確か、うん、カンコレさ、はい、その艦隊が詳しくなくて、はい、うん、よくわかんない人も楽しめる、うん、わかんないですね。どうなんだろう。僕は、うん、そうか、詳しいから軍物が好きなんだよ、もともと。で、ゲームの作者さんたちも結構軍が好きで、 そうだよね、そこの忠実さ、うん、まあ、女の子にしてるけど結構リアルだよみたいなところが結構受け、うんうんうんね、入れてるんで、うん、ただ絵が可愛いとか声がちゃんとついてるとか、うん、そういうところでだけで好きな人もいるんで知り合いに、うん、うん、まあ根気があれば全然構えるんじゃないですかね、うんうん。まあ、今回特にアニメから入る人も多分結構多いと思うんで、うんうん、そうだよね、はい、うん。でカンコレのいいところはね、お金かかんない、うん、あのソーシャルゲームの、すごいよね、はい、なんでお金と暇とパソコンがあれば、うん、そうだね、はい、っていう、まあ、カンコレのゲームの宣伝になりましたけど最後の方はねえ、はい、アニメ第3話は、うん、ガッチの戦闘会になりそうな感じです。あ、そうなんだ、はい、結構それはそれで楽しみ、楽しみですね、うん、結構まあかっこよかったんで、うん、戦闘機とか、うんうんうん、そうですね、そこの描写をここと3話は楽しみにしていきたいと思ってます。はい、以上、艦隊コレクション第1話と第2話の感想でした。チャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。お願いします。